やっちゃってますね。やっちゃってます。今月はちょっとやっちゃってますね。いやー痛いですね。まあ、今回も手書きでいろいろ書きましたのでご紹介させていただきます。9月の生活費ということになります。まあ、前提としてですね、先月はですね東京に歯科治療行ったんですよね。だから大きく出てます。で、飛行機代はですね、私マイルがかなり残ってますから、まあ、往復お金はかかってないんですけれども、やっぱ歯科自体がですね1回行くのに3万5000円かかるので、あのチェックでこれ大きいですね。で、あとは東京で、まあこれは全然いいんですけど、まあ人と飲んだお金、これもですね3万円かかっちゃってるんですよね。だからこれだけでもですね、今月はですねかなり痛いっていうのがお分かり、先月かかなり痛いっていうのがお分かりいただけると思いますけれども、まあいつも通り発表させていただきます。まずですね、コストコ。コストコはですね、1万6000円でしたね。まあこれはそんなものかな、そんなもんかなっていう感じもするんですよ。その内訳でガソリン代が7500円ありますから、まあ1ヶ月としてはそこまで問題になるような数字じゃないなっていうふうには思ってます。で、あとトライアル。トライアルがですね、2万8000円ですね。あのトライアル最近ですね、パスタ買ってで茹でて食べてるんですよ。で、意外とですねお金かかりますね。意外とかかるんですよね。私1回に 200g のパスタ食べますから、大盛り食べるんですよ。だからもう太ってるんですよこれ最近。で、あとはまあいろいろかけるものもあるじゃないですか、インスタントの。あれも結構高いですね。250円とか200円とかしますからね。安いのまずいんですよ。だから最低250円ぐらいのものにしないと、ちょっと満足できないので、その影響かもしれないですね。2万8000円はちょっと使いすぎかもしれません。で、次、公共料金、ガス、電気、水道ですけれども、これはまあかなり努力してますね。東京で1週間いなかったっていうのもあるんですけれども、まずガスが、2000円ですね。で、電気が8800円。で、さらには、水道が、これ驚きますよ。これ。めちゃめちゃ安いです。1600円ですね。風呂入ってますよ、風呂は。ええー。まあ、シャワーだったからっていうのはあるかもしれないんですけれども、まあ、きちんと洗濯して、洗濯機も回して、シャワーも毎日入って、それで、まあ、1ヶ月1600円というのは安いですね。2ヶ月に一度の請求ですけれども、3200円でしたから、これはちょっと安いですね。で、あと、教育費。これは教育費その他ということで駐車場入ってるんですけど、これも毎月のことですね。3万5千円。これも仕方ないです。もう仕方ないばかりなんですけど、何にこう。な。仕方ないばかりなんですけど、まあ、これは仕方ないです。で、あと、まあ、先ほど申しました、歯科治療、3万5000円ですね。これ、私の歯の場合は、インプラント上全部入れてるんですよ。それでですね、年に東京の方に2回行くんですよね。半年に1度。最近は半年に1度でいいんですよ、もう。だから年に2回行って、1回でチェックが3万5000円くらいかかるんですよ。で、クリーニングとか。だからそれを入れて、まあこれも仕方ないですね。これ行かなかったら10年間の保証が使えないんですよね。だからこれは行きます。3万5000円ですね。で、散髪代はゼロですね。ね、ボサボサでしょ。ボサボサくんね。ちょっと今月は間違いなく行きます。そろそろ行きます。で、私はですね、実は先月の9月1日に切ってるんですよ。だから本来は9月分に入れるべきですけれども、前月分に入れてますから、今回はゼロっていうことにしました。で、あと外食ですね。外食は8000円。月8000円だったら全く問題ないです。これも全く問題ないですね。あとは、釣りですね。今までなかった釣りという項目が出てるんですけれども、まあこれが6000円ですね。まあ100均でちょこちょこ買ってるんですけれども、
やはり塵も積もればとどなたかがコメントを書いてくれてたんですけれども、その通りですね。まあ、100均だけじゃないんですけど6000円かかりましたね。でその他の買い物としては、まあ、1万1000円ということです。これはですね、ちょっと甥っ子の方に、まあ、誕生日ですからプレゼント買ったんですよね。それが1万1000円ということです。で、まあ、これもさっき言いましたけども、東京行きましたから飲み代3万円、これも仕方ないです。かなり楽しかったですからね。かなり楽しかったです。とことん飲みましたから、翌日もう気持ち悪いぐらい飲みましたからね。だから3万円ですね。で以上ですけれども、ここまでで今月は19万6400円なんですよ。19万6400円、これはですね、やりすぎですね。やりすぎ。まあ20万を抑えてると言いながらも、ここはですね、削れるところは削って15万に抑えないとダメですね。だからその反省点はあります。1週間東京いましたから、その1週間分の食費っていうのがかかってないんですよ、実はほとんど。それでこれですから、ちょっとやりすぎだなっていう風な気もします。で前回から入れてますけれども、確定拠出とかそういった毎月の引き落としの一部7万2000円があるんですよね。それを今回前回から入れさせていただいてますから、それをプラスしましたら、まあ、今月としては26万8400円ですね。26万8400円。まあこれ確定拠出とか、まあ、将来を考えたお金も入ってますから、まあ実質はですね、まあ約20万ですね。19万6400円ですから、先月9月は20万だったっていうことですね。2個の食品も入ってますからね、トライアルの中には。2個の食品。ミルクとか、おやつとか、入ってるよね。入ってるんですよ。おやつとか入ってますから。だからまあ、トータルしたらそんなもんかなっていう感じですね。ただ、本当にですね、削っていかないと、これずっと繰り返しますからね、私、この生活。で、企業も、まあ、徐々には軌道に乗ろうと思ってるんですけれども、やっぱり数年かかると思います。だから、まあ、このペースを守って、で、仮に企業が失敗したとしたら大きく、まあ、とんでもないことになりますので、そのあたりも考えて、ちょっと節約の、その、癖みたいなものはつけていこうかなと思ってますね。で、最後、最悪のことが起きたんですよ。最悪。ですね、私パソコンにボケーっとしてますから牛乳こぼしちゃったんですよね。そしたらですね、シフトキーとかそこら辺が使えなくなって、あと数字も1234とかもうほんと見事にキーボードが壊れちゃったんですよね。それで YouTube の編集するのに、昨日から3倍ぐらいかかってるんですよ、編集するのに。別にワイヤレスのキーボードがありますから、それでやって、でさらにマウスを使ってっていう形ですから、結構面倒なんですよ。でこれはですね、 YouTube やってる上ではパソコン買わないとダメですね。修理しようと思ったんですけれども、もう4年ぐらい使ってますから、で数万かかるんだったらパソコンを買おうと思っていろいろ調べました。そしたらですね、やっぱり動画編集に適するようなパソコンですから、見たら20万オーバーですね。これきつくて、ほんときついんですよ。だから、ちょっと今月か、ちょっとかなりの出費になるんですけれども、そのあたりももう仕方ないと思って割り切るしかないですね。もう買うパソコンは決めてるんですよ。その、ダイナブック使ってますから、私はダイナブックの、まあ、多分 G8 とか、あと R9 とか R8、 あのあたりを買うと思うんですよね。 13.3 インチぐらい、14インチ前後のものを買おうと思ってるんですよね。まあ以上ですけれども、まあ、今月のパソコンは仕方ないです。で先月の飲みは仕方ないです。全て仕方ないですっていう判断もあれなんですけれども、それじゃ全く話にならないので、ちょっと節約何度も言いますけども、心がけてやっていこうと思います。じゃあすいません、いつもご視聴ありがとうございます。今後もどうぞよろしく、温かい目でお願いします。で最後にですね、今日ライブ配信させていただきます。9時からさせていただきます。どうぞお時間のある方はご参加いただければと思います。文句は受け付けております。じゃあすいません、失礼します。ありがとうございました。